俺にとって音楽は命、いや人生そのものだ。俺は音楽によって生かされていると言ってもいい。というより音楽をやるために生まれてきたんだ。だから俺は音楽に嘘をつきたくない。そして俺の音楽を聴いてくれる人に 100% のものを届けたい。俺にとって妥協の音楽は命を奪われることと同じなんだ。恭平、おとなしく座ってる？おう、リカ、どうだ人の入りは？半分くらいかな。ってことは3分の1ってところか。そうとも言うかな。あんま気を使うなって。たとえ一人しかいなくても俺が届けることは同じだ。これだけは言っておくけど、恭平の音楽は今までどのバンドよりも最高だからね。これはライブハウスの店長じゃなくて一音楽ファンとしての意見。リカには感謝してるよ。路地裏で歌っている俺を見つけてくれなかったら俺は今でもあそこにいたと思う。あんたの中の最高の音楽を届ければきっとみんながあんたのことに気づいてくれるはずよ。分かってる。いい？舞台の上で 100% の力を出すのよ。リカ、いつも言ってるだろ、俺はいつでも 100% だ。どこでも誰もいなくても俺が音楽を奏でるときは常に 100% なんだ。うん、その心意気は買うんだけどね。けど、まあいいわ。私はこれから会場の最終チェックするから、あんたは座ってるのよ。なあ、いいか。いいから、黙って座ってなさい。いいわね。わかったよ。おとなしくしてるさ。今度こそ約束だからね。俺にとって、音楽は人生だ。だけど音楽から見たら俺なんて大勢の中の一人。最高の音楽をいつでも必ず出せるわけじゃない。やっぱり俺はアスリートだって。試合前にウォームアップをする、それはアーティストでも一緒だ。そう、これはあくまでウォームアップだ。イエーイ、ヤッホー。恭平、おとなしく。フォー、あんた何やってんのよ。心配ない、ウォームアップだ。いや、あんた汗尋常じゃないわよ。俺は音楽に妥協しない男。それはウォームアップでも同じだ。いつでも 100% フォー。それだとウォームアップにならないでしょ。とにかくやめなさい。みんな、今日は来てくれてありがとう。それじゃ一曲目いくぞ。またいつもと同じか。俺にとって音楽は人生そのものだ。だけど音楽から見たら俺はそうでもないらしい。未だに音楽の神は俺に微笑んでくれていない。